テッド・ニュージェントはアメリカ合衆国のギタリスト、ハードロック、ヘビメタルの分野で活動している。1967年、デトロイトのサイケガレージロックバンド、アンボイ・デュークスのリードギタリストとしてデビュー。1973年から1974年にかけては2枚のアルバムをフランク・ザッパのレーベルディスクリートからリリース。アンボイ・デュークス解散後、 1975年に初のソロアルバム先行のハードロック発表。ソロプロジェクトでは主にデレクセント・ホルムズがボーカルを担当しているが一部楽曲はテッド自身が歌っている。セカンドアルバムハードギター爆撃機にはミートローフが参加。3作目の傷だらけの野獣はアルバムが全米17位、タイトル曲もシングルとして 初の全米トップ40入りを果たし、同曲後にモーターヘッドのアルバム、マーチを話題でカバーされた。また、テッドが原始人やダーザンのようなキャラクターを演じるライブパフォーマンスも話題となり、初のライブアルバム、絶叫のライブゴンゾーは全米13位に達した。アルバム、姿勢の侵入者では、デレクセント・ホルムズに代わり、後にバッドカンパニーに加入するブライアン・ハウがボーカルを、 担当。1988年のアルバム、青コーナーの誘惑には、ジョン・ボン・ジョビや、リッチ・ー・サンボラと共作した、楽曲、ザッツ・ザ・ストーリー・オブ・ラブを収録しているが、セールス的には成功しなかった。1989年、ジャック・ブレイズ、トミー・ショー、マイケル・カーテロンと共にダム・ヤンキースを結成。 同バンドのメンバーとして2枚のアルバムを発表した後、ソロ活動に戻る。2006年、VH1 のリアリティショー、スパーグループで、セバスチャンバック、スコット・イアン、エヴァン・セインフェルド、ジェイソン・ボーナムとバンドを組んで出演。狩猟が趣味で、全米ライフル協会の幹部であるとともに、銃規制にも反対の立場を取る、保守的な人物として知られる。共和党右派の熱心な支持者である。 ライフルを持って、祭主と山へ狩猟に出かけ、捕まえた野生の動物を料理して、楽しむのが休日の過ごし方だという。野生の動物の料理の仕方を記した著書も、妻や息子と連名で出している。また、ゴンゾミートビルトングというブランドのビーフジャーキーも、販売している。公式ホームページの愛用機材の紹介ページも楽器類ではなく、 全て狩猟機材メーカーへのリンクと徹底している。アウトドアチャンネルに自身の狩猟番組を持っている。1970年代に渋谷洋一にあなたは狩猟をするそうですが動物愛護の気持ちはないのですかとインタビューされた際に渋谷の足を持ち上げお前も動物の皮で作った靴を履いてるじゃないか。と叫んだという。 また差別発言が多いことでも知られており、ジャップのメーカーのギターで、ブルースが弾けるか、と発言したり、ラテン系への部別的な発言、バラク・オバマ大統領を、ルイ・ジンザルとの交配種、マージョリー・ストーマン、ダグラス高校銃乱者事件の生き残りで、銃規制運動を起こした、高校生を、嘘つき、呼ばわりするなど、常に批判を呼ぶ存在である。 ベトナム戦争前にはメタンフェタミンを使用し、自分のズボンの中に脱粉して、狂人を装い消臭を回避したことを1977年に雑誌、ハイタイムズ上で語っている。身体検査の1週間前にはトイレに行くことを完全にやめて、固まった糞尿の中に生きている状態だったと1990年のデトロイトフリープレス上でのインタビューでも書かれている。長きにわたって、 変説のない豪快なハードロックンロールを心情とする。エフェクターをほとんど用いず、直通アンプのオーバードライブのみというセッティングで、いわゆるハードロックギタリストとは思えないほどに、クリーンなギターが特徴。愛用ギターは、ハードロックでは、珍しいホローボディのギブソンバードランドで、同種のギターに、付き物のフィードバックを逆に自由自在にコントロールし、演奏する。ありがとうございます。